ウロシュプレディッチ、ロスプレディック、セルビア語表記、1857年12月7日から1953年2月12日は、セルビアの写実主義の画家である、セルビア北部、バナト地方のオーロベットに生まれた、パンチェボの高校を卒業した後、1876年に、ウィーンに出て、ウィーン美術アカデミーに入学した。 アカデミーでは、クリスチャン・グリーペン・カールのクラスで学び、同じ、セルビアの学生ヨバノビッチ、パージャやバナビック、1859,1957もほぼ同じ時期に学んでいた。在学中に、男性人物画に与えられる賞、グンデル賞を受賞した。卒業後、1882年に、教授のグリーペン・カールの工房で働き、 1883年から1885年の間はアカデミーで助手を務め、教授と有名な建築家、テオフィル・フォン・ハンセンの下で、ウィーンの帝国議児童に壁画を描いた。1885年に故郷に戻り、近在の村人を題材にした一連の作品を描いた。1886年から1889年の間は、 ベルグラード、1890年から1893年は、ノビサドとベチェイ、1894年から1909年は、故郷に戻るなど、セルビア各地で働いた後、1909年から、没するまでベルグラードで暮らした。1888年に、ベルグラードで最初に展覧会を開き、1889年のパリ万国博覧会の展覧会に、 セルビアを代表して出展した。万国博覧会での批評家の評価は必ずしも高くなかったが、セルビアでは有名となった。その後、セルビアや国外で展覧会を開いた。肖像画や宗教画も描くようになった。1909年にセルビア美術院の巡回員となり1910年に正会員となった。ありがとうございます。